俺たちちょうど種銭が尽きちまってよ。いくらか金貸してくれねえか。心配すんのって。いつか倍にして返してやるからよ。倍返しだぜ。なあ。倍返しってどこにそんな保証があるんすか。保証だ。そんなもんはねえよ。さっさと金をよこせ。うわ、誰か助けてください。何の騒ぎだ。あいつら最近出入りしている戸原氏の連中なんですが、ああやって客から無理やり大打ちの金を巻き上げてるんすよ。新選組さんのお力でなんとかなりませんかね。仕方ないな。わかった。ありがとうございます。俺もちょうど種銭が尽きたところだよ。その金倍にしてやるから貸してくれねえか。なんだてめえは。うん、その羽織は新選組か。きゃ、新選組に用はねえ。伏せろ。ならしょうがねえ。後で後悔することになるぜ。新選組といっても所詮は幕府の犬じゃねえか。調子に乗ってんじゃねえぞ。あかんで、はじめちゃん。独り占めはわしも混ぜてくれ。あ、誰だ。お誰や今新選組のことバカにしたやつは。もう一遍言うてみろ。てめえら何者だ。名を名乗れ。新選組一番隊隊長沖田総司や。同じく新選組三番隊隊長斉藤はじめだ。新選組最強の一番隊と三番隊の隊長を敵に回すとは、度胸やね。今すぐやってやるやないかい。はあ、沖田総司に斉藤はじめだと。いくらなんでもこの二人を相手にするのは無謀だ。お前らずらかるぞ。はい、待て。もっとぶん殴らせる。アホらしい。わし帰るわ。あの、ありがとうございました。賭場に通うなら、ああいう輩には気をつけた方がいい。それじゃあな、幸運を祈ってるぜ。あの、新選組の斉藤さんですよね。ああ、この前のバクトか。どうした。以前、沖田さんと追い払ってもらった戸原氏がまた現れたんです。どうやら今度はムクロ街でうろついてるらしいんですが、また新選組さんのお力でなんとかなりませんかね。またか。しょうがねえな。ありがとうございます。私は先に行っていますので、ムクロ街で落ち合いましょう。
斉藤さん、待ってましたよ。さあさあ、こちらです。ずいぶんと人気のないところまで行くんだな。ん？来たか、斉藤。また会ったな。また悪さをしているらしいが、年貢の納め時だぜ。それは貴様の方だろう。何？罠にはまったな、斉藤さんよ。貴様と沖田にはこの前恥かかされちまったからな。ちょっと仕返しさせてもらおうと思ってな。まさか。これでよかったんですよね。役目は果たしましたから、ちゃんと分け前くださいよ。おお、上出来だ。分け前は後でたっぷりやるからよ。こいつをぶっ倒して奪い取った金からな。そうか、お前ら仲間だったってわけか。あれは斉藤さん。何かまずい状況になってる。沖田さんは？沖田さんはいないのか？いくら三番隊の斉藤とはいえ、今日は一人だ。沖田もいねえ。果たして俺たち全員を相手にできるかな？ち、このままじゃまずい。何とかしないと。こないだの借り返させてもらうぜ。やっちまえ。なかなかやるじゃねえか。俺たちも伊達に剣術積んでないんでね。け、新選組といっても所詮は多摩の田舎者が集まっただけじゃねえか。調子に乗ってんじゃねえぞ。あかんで、はじめちゃん。独り占めはわしも混ぜてくれ。その声は沖田か。ああ、まさか沖田。誰や、今新選組のことバカにしたやつ。もう一遍言うてみろ。新選組最強の一番隊と三番隊の隊長を敵に回すとは、度胸や。やったろやないか。こんな状態で沖田なんかまで相手にしたら間違いなく殺される。すみませんでした。許してください。沖田な、なんや。助かったぜ。気にすんなよ、はじめちゃん。ほな、わしゃ先に帰るわ。おい、起きた。どこへ行くんだ。
はあ、よかった。あかんで、はじめちゃん。一体どうしたんだ。聞いたで、例の鳥羽嵐の連中の件。わしをほっといてムクロ街で散々暴れたらしいな。何を言ってるんだ。あんたもあの場にいたじゃないか。あ、わけわからんこと言うやないか。お楽しみを独り占めしたかったんやろ。そしたら素直にそう言ったらええやないか。たく、もうええわ。よくわからねえな。お前買うね。